なんだこの時代は。どう考えても原作しかおらんやろうかボケ。ほらこれいいリアクタージョブリー。喉飴買いに行けたやん。なんでシェリフで着ることはできんのに釣るのって。本当だよ。インポスター with グエン。あら、イビルハッカーか。アドミン壊したいのにね。はい、ナイス。ナイス。ナイス。ネロちゃんがなんか激写しようとしてるね。うん、小さいクルーを撮ってる。うん。23秒でコミサボ、25秒で停電いきます。左に複数影あり。で、ナナコさんにはあっちに行ったように見せかけて、これすぐ治るな。で、いっぱいいるからな。こっちに来たやつを狩る。おいでー。おぶね。多分見られてないはず。はい。プレイヤーさんの方レポートで多分青。背中だけ見えたけど多分青。現行犯。現行犯です。石油キッチン館の通路で私が石油側から入って、メイヤさんは今死にました。で、背中だけ石油側に逃げてくるのが見えたんですけども、多分青です。僕一応シャワーにいますね。メインの右の扉を開けてシャワーのタオルタスクやってから、抜けようとしたぐらい。シャワーからどこへ？アーカイブの下の扉。ああ、じゃあ絶対違うわ。俺がいるシャワー側からネロちゃん、はい、じゃあアーカイブ側から俺。はい、アルマの情報、はい、アルマの方を話しましょう。アルマの方、無限エレキしてたよ。エレキ？うん、無限エレキだと思う。自分が最後勝ちのところで勝ちできずに終わってるんだけど、多分ガチャガチャやってそうな動きだったけどね。ま、うん、ずっとエレキにいたから。勝ってはないです。うん、まあだから、トータさん無理で、俺目線ね、うん。あと、ラウンジからアーカイブに入ろうとしてた人も無理。ドアの前に行った人。僕ですかね、最後は。貨物停電で直してから、ラウンジアーカイブです。エレキの下側だったら全然可能性あるわ。一応、石油からね、今回が4、7、8、9みたいな感じだから、アスタリスクまで。停電になる前ね、でもそれ見たの、俺は。うんうん。僕は停電になった後です。慎太郎最終位置武器庫で浮いてます。はい、現最終位置が金庫室ですね。浮いてます。はい、七子さんってどこでしたっけ。はい、メインホールの除染と配線タスクを終わらせてベントタスクやった後、エンジンホールの配線の方向かってるんで、メインエンジン間のところ動いてますね。うん、間違った。うん、シェリフは落ちたかな。うん、多分メイヤさんがシェリフです。なあ、辿った。なんで俺に入るの。おるおる、間違えた。つい。え、なんで分かった、俺がシェリフ。本当に本当にシェリフ。いや、俺シェリフだけど、なんで分かった。そう、いや、メイヤさんシェリフよく切ってるから、今回もまたたまたま。さっきシェリフだけど、さっき活躍できないで終わったから。二連続来ちゃうと思った。たまたまねえかなって。じゃあもうパチンコして対抗すればよかったのに。いや、無理だった、さすがに。おい、もうちょっと、もうちょっと粘れよ、のど飴買いに行こうと思ったのに。買いに行ってた。いや、買いに行こうと思った。ナイス。おお、めちゃめちゃいいボタン。俺のセリフ占いは当たるな。アルマの死人ってないんです。そう、もう1キルの方がいいかなと思って。エレキ。エレキに、エレキにいたんだ。無限エレキなんですよね。多分。
レバーダスクでしょ？やって多分動きだったんだよね。多分そうだね。初動でエレキ降りて、俺がエレキの勝ちやりに行くまでに何個か助けてから行ったんだけど、うん、まだエレキにいたから多分無限ガチャガチャやろうなと思って、うん。で、その後に自分の補足なんですけど、4789アスタリスクまで見て、もうね、エレキ入ったタイミングぐらいで停電開けてたから、普通に視認できる状態だけど、光もしなかったから、うん、5263とかだったら分かんない、うん、でも5はなんか袋小路になってましたね。今もう一回言ったけど、いや D キーが正常であったならタロちゃんとゲンさんが両方一足早く右に逃げられていたかもしれない。そうですね。だとしてもエレクトリカルの方にあの来る場合はエンジンメイン間の俺が見そうな気がするので、俺は候補に入るとは思うんだけれども、うん、あのエレクトリカルに侵入するのがねえんじゃねえのかなと思って。本当にそこにいるならばってことですね。そうですね。あ、そうね、うん、武器庫側からキッチンの方にぐるっと回ってエレキに行くんだったら太郎ちゃんがワンチャン可能。キッチン席側はサトさんとかいるんじゃないかな、うん、私も全然不可能ではないと思います。そもそもメイン脇じゃない可能性は道を多分足しては終えるし、貨物の金庫左っす。あ、左上、宿舎前の左の金庫です、うんうん。でもいる証明がないから、そう、うん、だから、うん、結局普通に浮き石として扱っていただいて大丈夫ですよ。だから、太郎ちゃんはないと思うけどね。藤宮君の追い詰め方からないと思うけど、でもまあ一も言う必要ないから。相手見えてるのえぐいな。いやまあ確かにアルマの死人があるの多分俺だけなんで、うん、言う必要ないかなと思ってるけど。うん、いや最速で右抜けてるのは、まあ、藤宮君に関しては俺もいてたからいい。いや全然関係ないパターンで震源変わってたから。え、だってさ普通に考えて俺がエンジンメイン感をさ抑えてんだよ、うんうん、でその仮にエレクトリカルの方にそこにいなかったとして侵入してたとして、確実にずっとエレクトリカルにいたネロちゃんか、うん、プテ俺に視認されなかったら入ってこれないでしょって思ったんだけど、うん、天か、うん、なので、うん、いや逆に俺がいたかったら最終誰にも見られてないでしょ震源って。うん、だから言い聞いたいんだけど、俺視点プテが一番濃厚じゃないかっていう話をしたかったので、ネロちゃんがさっきの追い詰め方をしてたらね、うん、まあ、そうそう、全部の情報シーンだったらプテさんが近そうっていうのは同意ですね。僕視点はナナコさんが2、インポさんの時容疑者2人弾かないと思うから、ナナコさんがマットに見える。うんうんうん、わかる。でだろ、マットは僕ですよ。はいはい。本当に待っただったらどうする？答え見ちゃったもんね。いつも答え見てる。おい、ズルしてんじゃねえぞ。お前クソガキが。嘘つきやがってよ。誰がシェフだったちなみに。はたさこ。じゃあちぎりじゃねえか。おお。一応コミサボ僕直したんですけど、最後奈良子さんが入ってきたのが見えたんで、サボを直しに来ようみたいな意思は感じましたね。うん、うん、だって入って中に誰もいなかったら自分が直さないと怪しまれるから出て行ったらね、うん、まあんまマットっぽくはないかなって心は思った。人外視界だったら見えるくね、直してる人。ああ、でもそこにそもそも向かうかなっていうのが周辺までね。はい、まあ一旦ちょっとじゃあ忘れます。忘れへんわ、俺視点プテが一番怪しいんやからな。でもね、忘れそのこと分かっとるか。俺視点プテが一番インポスターなんやからな。プテは俺まとめて見えるかもしれんけど、同じように俺はお前あなたをインポスターだと思って今話してきてるからな。おぉー、一気に出したな。トータスさんシャワーの方だっけ。トータスさん、ワンチャントータスさん、僕とネロちゃんがトータスさんはアーカイブからシャワーだから俺目線だ。トータスさん絶対無理。あ、そうなんだ、ネロちゃんから無理やな。そう、ドアお互いに開けてるから、そこで次は29秒でボタン押しちゃうんでね、陣外さんね、なんとかしたほうがいいですよ、奈良子さん。多分思考的に俺が一番クルーに近いからね。さっき言ったと2人弾いて、そうだ、ね、あなたがインポスターだと俺言い切ってるからね、うん、僕は僕じゃないので奈良子さんがマットに見えるけど、同じことだよ、俺はマットメイトじゃないから、あなたがインポスター見えるって言ってるの、ね、今慎太郎が言ったのか。あ、僕慎太郎、原神インポスターどっちかだったら慎太郎の方が、ね、インポスターだと思ってるからね。あ、じゃあ7神では追うってことね。7神だ、じゃあいいんじゃないですか、それで。いいんじゃないですか、それで。いいと思います。楽しんで。真っ白いなぁ。真っ白だ。嘘やん。面白いわ。
地味はちょっとプテめんどくせえからあいつの扉閉め邪魔してる。どこにいる？プテは今宿舎ミーティング登ろうとしてる。答え見ちゃったもんね。見たか。俺クソボスぞ。一陣が落ちてんのにさ。うん。一陣が落ちてるのにね。クソボスとしてるからこいつ。いや。まあ容疑者一だからね。すげえ。おい。残念だったな。29秒かな今の。いや20秒です。そんな立ってねえわ。うん。最速です。うん、全然だって。プテムラリないよ動きが。俺が言わせてもらうと。いや、七子さんはミーティングの奥に立ってないんで。なんかタスクなさそうですね、プテ橋ね。いやいや、めちゃくちゃまだ余ってます。まだ3です。ちょっと絶対プテインポスターだから見といて、マジでみんな。絶対インポスターだから。一陣が落ちた後にクソボしてんじゃねえぞ、マジで。だからインポスターが出てんだよ。ほんまや。一陣が確定で落ちてたのもう少し。もうてか喉飴買いに行けたやん。議論楽しめよ議論を。こんなに長引くと思わんかったもう。クソボのせいだクソボのせい。クソボとあのプテハシ7個のやり合いのせい。買いに行こうとした瞬間に藤宮が自白したからやめとこうって思ったのに。お。はいはい、誰の読み方はジンさん。あ、そっちか。答え見たけど忘れちゃった。いや、プテ足白そうだなって。あ、それジンさんだ。おい。うそ。あ、はい、セリフです。あー、奈良子さんが死んだのか。あ、奈良子さんがセリフで切ったんだ。はい、セリフで切りました。なんで？うるせえなと思ったからやろう。いや、なんかまあまあまあ。切れたら切れなくても切れな切れなかったんでなんか、まあ、どっちでもね、まあ、絶対面白いでいいかなってなるし。ありがたいっす。もうこれ白やろ僕じゃ。いやでも僕はね、奈々子さんって死ぬ前に絶対プテハシインポスターだともう見とけって言ったじゃないですか、うんはい、僕マットメイトル本当にそう言ってるんじゃないかなって思うんですよ。切り返しが上手いね慎太郎くん。いや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 、まあ今原神どっちかですよね。そうですね。私と慎太郎さんが、奈々子さんから一応白目をいただいてた気がするので。じゃあ被害者ずらしてる被害者ずら。震源つって終わんなかったらプテさんでいいんじゃないですか。やめてください。僕はプテさんもう何白番面で買い殺しにしてタツグで勝ちましょう。僕原さんよりプテさん押すんで。私ちなみにボタン押してるんで。まあ、いい二陣が、二陣がいないわ。クルーが中心タッパに入れました。クルーが一人間違えてる。なんだこの後のおもんな試合になったブーって聞くなんか爆発したやばいやばいやばい血管ちぎるとこだった本当ギリギリ。なんだこのおもんな試合は。マジでこめかみの血管切れた爆発したもんな。今源さんが停電直してくれてさ、おっしゃ来た俺マットメイトこれでもう。あーなるほどね、バレなくなったぞ。緑使ったやつ6のやついねえな。許せねえマジで。ちょっとやめてくださいよ。あ、濃い緑か。まあそれはそうだな。めちゃめちゃタロちゃん疑われてる。めちゃめちゃ疑われる。めちゃめちゃ疑われてる。初期左の入力するところでトータスさんです。私もともと左にいたんですけどミーティングのタスクやりに行って帰ってきたら肉になってました。肉をしてました。速報です。慎太郎さんは白です。はい、えお一緒にいたんですね。はい、あいたんだ。じゃあ私俺も見たよ。じゃあゲンさんとゲンさんつってかな。あ釣るの。おえタスクでしょ。タスクでしょ。タスクでしょ。さすがタスク終わりここまで。ここまで終わりません。私今アップロード終わったんで絶対真剣やこれ。まあ僕は終わりますけど。なんでゲンです。でもミーに合わせる、ハタさんに合わせるは連れ方のミス。そうタスクでもいいよ。全体が終わるんですかっていう質問。俺は終わるよ。私は終わるよ。私は終わります。ゲンさんつってもでも終わりますよ。だもんね、余裕だわ。じゃあ終わるんだったら釣らなくてもいいかなと思うんですけど。じゃあここまで息殺しにしたんだったらスキップしましょう。じゃあね。占いは強いぞ。あら慎太郎じゃなかったんだね。
それよなんでこの時代はどう考えてもゲンさんしかおらんやろうかボケほらこれいいリアクタージョブリー喉飴買いに行けたやんなんでシェリフで着ることはできんのに釣るのってほんとねバカ釣れ釣れや俺がかばったんじゃゲンさんゲンさん切るできませんでワイがかばったやん時間は有限なんだぞこいつらわかるやろうがおいええかげんせよお前直すなリアクターをもう早く知れ直すなもう二度とボタン押すなよてめえらこのゲームじゃゲンさんのゲンさんの扉しますプテモボタン一人ぼっちになるこれでボタン押したらマジで突進行動するすのないから、ね、そうこれ死にも死んじゃうもうおいおーガチギレやあと一個です、うん、もう終わってます終わりましたみんな元にですかえひどいよヤンキーでくさひどいボタンだリアクター直しに行きますね何がひどいよじゃんかしいよひどいよじゃん何ひどいよなボタン押して下やがんなくておうじゃねえんだおいナイスリアクターナイスナイスどうさん奇跡起こる奇跡絶対奇跡は起こんないっすあいよゲーさんもう買い殺すのはやめてみんないや60秒ここで時間をだからねここでゲンさんの魅力でゲンさん魅惑のステップでなんとかおーだっていないよ右側いやそのタスクで終わるでしょああはいはい、まあ、変なインポスターじゃねえかよあの子さんの前で停電直したんですよいやそうでも生きようよと、ね、そうそう停電のアリバイ作ろうと思ったらお肉になってました畑さこがパーンってもう信じられなかったマイクミュート解除する瞬間って聞こえてきて爆発したもんねほんのマジでプテヒロユキに見えた今回ばかりはマジでプテラヒロユキに見えたでも、タロさん、僕に響いてますよ。ありがとう、タロちゃん。タロちゃんだけはもう本当に、タロちゃんだけは裏切らんと思ったわ。して、精神対立っぽくなって。タロちゃん、タロちゃんってなって。